皆さん、こんにちは。新外交イニシアチブの代表弁護士、猿田紗代です。新外交イニシアチブで、発表いたしました、抑止一辺倒を超えて、時代の転換点における日本の安全保障戦略、こちらの解説を続けてまいります。柳沢教授、ND 評議員、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。中東についてお伺いをできればと思います。イラクの問題で、柳沢さん本も書かれていてですね、自衛隊の中東派兵にはすごく強いお気持ちをいろいろお持ちかというふうに思いますが、そのあたりも含めながら、こういった提言をどのようなお気持ちで、まずは提言、どのようなものを出されて、どのようなお気持ちにあるかということをお話しいただけますでしょうか。今の日本の安全保障政策なり外交っていうのはね、中国、まさにその、中国どうするかにもうほとんど尽きてしまってて、やはり中東っていうのは、もうその、依然として世界の一番不安定の根源にあるところでもあるしね、でも毎日のように内戦で多くの、民間人が、命を落としたり、人権がその迫害されたりする状況がある。で、これ放っておけないでしょうということなんだけれど、しかしもうアメリカが事実上、もうトランプの時代にね、もう中東はどうでもいいやという、どうでもいいというのか、もうアメリカは引くんだという方向性を出してくる。そしてその何をしたかというと、一番中東問題の根っこにあるのは、やはりパレスチナ問題なんですけど、そこで、そのイスラエルが、ヨルダン川西岸に、これは国際法違反と言われている占領地の支配なんですけれども、それをその追認した形の、その何て言うんだろう、国境線の案をね、出してくるような、トランプ政権の末期はそういうことまでやってね、結局そのパレスチナ和平の土台をもう壊しちゃってるわけですね。で、加えてイランの核合意から離脱をして、そしてそのまさに何て言うか、イランに対する包囲網をという観点で、その中東を再編成しようとしている。だけど、そのもう軍隊を直接送って自ら戦争するような責任の持ち方はしないというね、こういう状況の中で、今、ジブチにも自衛隊がいる、アラビア海にも自衛隊が出てるわけですね。これをその出すときに、去年、1年前にあれだけ大騒ぎしたのに、今、本当に日本の政治、もうみんな忘れちゃってるんじゃないかっていうところ、非常に大きな不満と危機感を私は持ってるんですね。でも忘れてるぐらいなら、もう戻してこいよと言いたいですね。何をやらせるのかっていうところをもっと絶えず考えなければいけない。で、おそらくこの中東の状況を見ると、自衛隊で問題解決するような場面はもうなくなってるんだろう。で、そういうその自衛隊を出して事足りりとするような発想ではなくて、もっとその中東でまだ一人も殺してない、そして中東で旧その宗主国として支配したわけでもない、そういうそのクリーンハンドを持った日本としてね、なんとかこう中東を改善する新たなこうパッケージのようなものをぜひ考えていってもらいたいなって。これはなかなか私も今具体的には出てこないんだけど、あまりにも問題が多すぎてね、少なくともそれはそういう方向でアメリカを動かしていくような発信はできるんだろうと思うんですね。ようやくバイデンはイランの核合意の再開に向けた、復帰に向けたというか、そういう交渉を始めようとはしてるんですが、これはかえって昔よりもハードルが高くなっちゃってるところもあって、しかしそういうところはその中東を安定させるための、パレスチナが一つのコアだとすると、イランの問題っていうのが二つ目のコアなのでね、そういうところに日本として、日本が独自に主導権取れないんだろうと思うんです。であれば、むしろ日本として、アメリカとかロシアとか、EU の国々とかね、そういう国々に働きかけるような新たな外交パッケージを、ぜひ、私、専門じゃないから、
なかなか具体的には今言えないけれども、そういう動きをぜひしていかなければいけない。そういう中で自衛隊を出したからこれでいいよねではなくて、むしろ自衛隊だって本当にものすごいリスクにさらされてるわけですから、もうその自衛隊任せというような発想もぜひ払拭して、やっていく。それが長い目で見て日本の国際的な地位を高めるためにも、もう不可欠なんだろうと思うんですね。まあ、そういう発想にぜひ転換して いけたらいいなという思いで提言をさせていただいてます。はい、ありがとうございます。中国も中東にかなり力を今入れているので、まあ、半田さんなんかはこう議論の中で、もう中東に自衛隊出してるのも全部中国対策だよねみたいなお話もされてましたけれども、まあ、そういう要素も多いのであれば、まあ、それが露骨に出ればあれなんですけれども、中東の人たちのためになっているという、こう、まあ、本当はそう全然役に立てないのだとした場合には非常に、まあ、欺瞞的な説明だけで言ってるというのが、まあ、非常になんていうか現状のまやかしかなというふうに議論を聞いてて思いましたけれども、全くね、現地の人の役に立ってないんだと思いますよ。あ、そうなんですね。まだね、イラクにいた方がね、自衛隊がね、お水作ってた、お水を作ったりね、道路直したり、うん、具体的な現地の人の役に立ってたんだけど、今まさにプレゼンスだけですからね。このプレゼンスって何かって、まさに問題意識が中国に負けないぞっていうだけであればね、それは中東に対して日本がどういうコミットをするかというメッセージにもなってないわけなんで、まあ、こういうその自衛隊の使い方っていうのはもう、ちょっと根本的に考え直してもらわないといけないし、かねてから加えてね、この提言ではちょっと細かくなりすぎるんで触れなかったんですけど、実は、中東にいる自衛隊がその交通事故を起こして現地の人を傷つけたところでね、何にも処罰されないんですね。つまり国外違反規定の問題があって、でそういうその、まあ、もっと広く言えば民間人を誤って殺傷をしたらどうするというような国際人道法の適用の問題なんだけれど、そういうその、何か不測の事態があった時の法制法律ができてないままに自衛隊を使い続けてるという問題もあるんでね、まあ、そういうところをもっと政治にぜひ関心を持って、現地の自衛隊目線でもちゃんと見ていただきたいなというのが私の思いなんですね。私たち沖縄の町でですね、その新型コロナウイルスに感染した米軍人らが入国し、米軍人のクラスターの発生が複数確認されているって書いてあるんですけど、中東の日本の中東のところでコロナクラスターが発生してしまったみたいで、うん、まあ、それは持ち込んだわけではきっとないだろうとは思うんですけれども、もしかすると現地で同じような感じの意見を持ってる人もいるのかもしれないなと思うと非常に複雑ですよね。うん、まあね、宿営地の中に閉じこもってるわけだから、それは何かのきっかけで持ち込まれればクラスターになりますよね。まあ、アメリカ軍のように保養のホテルを基地の外にみんな持って、うん、その分かった人が外にみんな出るみたいなのはやめていただければな。そうですね、うん、あれ非渋滞の訓練の時の話ですねもうそういう、まあ、それはまさに地位協定の問題。ただ日本も現地でそういう特権的な地位協定を結んでるわけですからね、まあ、そういうのも、まあ、地位協定問題もそういう意味で両面性を持ってる課題でもあるわけですね。はい、では中東についてお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。